はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、ネット物販を行う人が、ネット問屋。 を通して商品を購入することはお勧めできないという話をさせていただきます先に申し上げておくんですがネット問屋業ネット卸売業それ自体を全否定しているというわけでは決してありませんあくまでも一ネット物販セラー兼講師としてネットで商品を販売する人がネット問屋ネット卸売のところから商品を購入するのはメリットデメリットを考えるとメリットが少なく デメリットが多いいいいいんじゃないかととうう意見だだううに捉えていただければ後人です今回4つの問題点っていうのを指摘させていただくんですが、その前にネットトンやネットでの卸売業っていうのはどういう流れの中に介在するのかっていう話をさせていただきます。通常は我々がアリババ業者から 好きな商品っていうのを選択し、それを代行会社を通して買い付けしてもらい、アマゾンなどに納品し、販売するお客さんのお手元にお届けするという流れで進んでいきますよね。この代行会社の部分がネット問屋だったり、ネットの卸売業の人たちに変わるっていうふうに考えてください。大切なのは矢印の数なんですね。アリババから代行業者を通して商品を買い付けて販売するのと、 とアリババからネットどんやネット卸売業を通して商品を買い付けるのと矢印の数が同じ3つですですから代行会社を通して買い付けるのとネット卸売業ネットどんやを通して買い付けるのと結局のところあんまり大差ないことを行っているのであればアリババから自由に商品を選択できる方がいいというふうに考えていますまた大きな問題点が4点あるのでお伝えさせていただきますまず1点目なんですがネット ネット問屋から商品を買い付ける場合、すでに決まった商品の中からセラーが選ぶしかなくなってしまうんですね。実際はアリババの中に5万と商品があるにもかかわらず、ネット問屋が選択して買い付けた商品群の中から我々は商品を選択するしかなくなってしまい、結局のところ決まった商品の中の奪い合い、取り合いっていうのが起こってしまいます。さらにネット物販っていうのはヤフオクだった とか、アマゾン、メルカリのように、売るプラットフォーム、販売サイトっていうのが、 決まっていますよね。その決まった販売サイトの中で同じネットんやから買い付けた同じ商品をみんなが販売し合う可能性っていうのがアリババという大きなプラットフォームの中から好きな商品を選んで買い付けるよりも格段に上がってしまうんですよ。だから結果的に共食い状態っていうのが起こりやすい環境に自ら足を突っ込んでしまうことになりますのでその点はかなり注意すべきポイントです。 2点目なんですが、商品の利益額だとか、法律関係のこと、規律関係のこと、あと商品の安全性や品質っていうのが、どこまで保証できているのかっていうと、ネットの卸業者が、特に何も保証していない、品質も確かめていないっていう場合が、 多くあります。この商品買い付けてアマゾンで売ったらアマゾンで規約違反だっただとか、買い付けて売ったら商標違反だったっていう事例が、毎挙に糸まがないんですね。普通、問屋や卸売業っていうのが、例えば最低でも品質保証をしてくれるだとか、この商品は販売しても法律的に問題ないですよっていうことを保証してくれるようなプラスアルファのメリットがないと、わざわざその人通して買い付ける必要すらなくなってしまう。しかしながら、 実際はセラー崩れの人たちが自分たちが小売りとして販売するのがめんどくさいからネット問屋としてセラーを始めて間もない知識のない人たちに商品を売りつけて確実にリザ屋を取ってやろうっていうパターンもあるっちゃあるんですだからもちろん品質保証だとか商標の知識だとか規律規約的なことだとか安全性だとかそういった検査を何も行っていない場合っていうのもあるんですね そういった保証がある程度あるのであれば、問屋さんを通してネット問屋を通して買い付けるのある程度メリットがあるなってわかるんですが、そういった保証全くなしで、私たちが選んだ商品をただ買い付けて販売してくださいね、だけだと、別にあなたを挟む必要ないよねっていう結論に私としては達してしまいます。問題点三つ目図。これ一つ目の問題点の続きなんですけれども、選択された商品の中から商品を選ぶだけなのであれば誰でもできますよね。誰でもできることっていうのは 技能が培えないっていうことなんですセラーとしての土台がいつまでたってもネットドンやネット卸業者からただ買い付けて Amazon やヤフオクで販売するだけでは身につけることができないんですね身につけることができないと分か,からないことが起きた時に自分で解決する力が全く身に付かずセラーとして短命に終わるということです最後に4つ目のポイントですこれ思いっきり大切な話なんですがネット卸業者は自分たちがアリババだ たらアリババ業者とセラーさんの間に立っているから業務が成り立っているわけですよねよって我々セラーが商品を卸どんやから買って売ったらたまたまよく売れましたじゃあこの商品をオリジナル化したいってなった時に工場や アリババ業者に直接やり取りをしたくなっても、その人たちにとっては自分たちを通してやり取りしてもらわないと自分たちの飯の食いちがなくなっちゃうわけだから、意地でもアリババ業者、大元の工場っていうのは紹介したがらないですよね。しかしながら物販を展開していく上で、なるべく生産業者とどんどん距離を縮めていく、近づいていく、そして直接交渉して OEM、オリジナル商品戦略、ブランド戦略を進めていくっていうのは、必要不可欠なことです。 ことなんですその必要不可欠なことが NG という地点で長い目で見てメリットがないなっていうふうに個人的には思います。というわけで今回は一物販講師一物販セラーとしてネット物販を行っている人はネット問屋から商品を仕入れるただ仕入れて売るというやり方はお勧めできないという話をさせていただきました。実店舗の方は違いますよ。実店舗の方っていうのはローカルなお客さんとのつながりがあるので服といえば必ずあなたのところから 買うわというお客さんが多ければどこから仕入れようが良い商品を仕入れることができればお客さんとの信頼関係の中で商品を販売しビジネスを展開していくっていうことができるからなんですね。あくまでも特に Amazon やヤフオクなどのインターネット上でのプラットフォーム EC サイトで商品を販売していく際にわざわざネットドンやネット卸売業者から商品を買うメリットっていうのはないのかなという話をさせて。 いただきました最後までご清聴ありがとうございます今回の話もし少しでもご参考になったと思っていただけるのでしたらぜひ高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございますでは失礼いたします